簡単です。お願いしま す。はい、ということで、はい、まあちょっとゆるめかな、うん、の企画にはなってしまうんですけども、まあたまにはいいかなと。はい、これです。やだやだこれおい、パンチングすんな、パンチング。これです、うん、どうですか。いやだこれはい、これ結構視聴者さんも楽しんでくれた企画だったんだよね、うん、あ、いったいいよいいよ。これですよ、これですよ。どこ、おーあ、焦んなよ、バカなんだな、お前は。えへい、割といいんじゃない。はい、ということで、まあ、前回ね、あーでも今日やることこれに近い。え、こいつに遊ばれてたなと思ったんですよ、うん、そうだよね、で部屋で僕夜これやってたんですよ、うん、そしたら押せるわけよ、うんうん、ここ、うん、ってことは空気が入るってことじゃないですか。そうそう、ね、中に水を入れれば、うん、あーいいね、ちょっとあの浮力的な感じで、はい、ちょっとなんか操りやすくなるんじゃないかと、じゃないかなと思って、できるか分かんないです、はい、水入れたいっていうのと俺の夢ね、はい、とこれ切りたい、まあ、実際もう遊び尽くしたところもあるんで、まあ真似しちゃダメですけど、実際ここ切って、うん、中触りたいな。確かに触りたい。ちょっとその2つやっていきたいと思います。はい、だからいいよ。あーおー、怖いって怖いって、いいじゃん、あ、この水入ってくんだ、やっぱり。あ、マックス入った、もうちょいだ。カメラ、やってましょう、カメラ、ちょっとやってえ、水は出ないんだ、やっぱ。あ、ちょっと待って、玉はどこ、玉はどこ、玉とかじゃ、玉はここえ、どこ、もうだろうかよ。え、こっち、こっち、違うわ、玉、あ、水で、お前、ボルトがでかくなってる。水なんかすごい膨張してさ、持って持って、お前玉どこにあったの、持ってやれって、もうちょっと玉どこ、ねえちょっとさ、拡大水族館みたいだよ拡大水族館、近くの道がでかくなっちゃってるから、ちょっと振って玉探さん、ちょっと待って、なんか玉探そう、漏れ始めてる、漏れ、あっ、あっとっと、ありがとうございます。で、ちょっと奇跡のように水じゃねえじゃん。いや違うんです、水のとこでやってやつ、いや綺麗だけどね、汚れただけでした、家が最悪じゃん。で次はこれを切っていきたいと思います。はい、うわ来た、すごい、テンションめっちゃ上がるわこれ。あ、ラムネシステムだね、こんな小さかったんだ。え、難易度が下がる、うん、あ、音もなんかリアルに聞こえるんだね。ちょっとここの道路触っていい、うん、あ、音がいい感じになるようにザラザラしてるんだ。濡れてるな。おお、いいね。おー、やりやすいじゃん、全然。最悪指使える、超簡単じゃん。全然短かった。あ、やばい、これが一番。あー、腹立つ、腹立つ。あーどれか、どれか、大丈夫、大丈夫。あ、もう最悪だ、部屋がすごい。あー、来た、すげー、こちらです。うわ、やばい、飛び出してる。やってみていいですか。やってみて。よいしょ。てかね、安定するんだよね、多分。血は隠してやって。動画なくなっちゃう。ごめんごめん。それはすいません。間違えました、僕が。一長一短ですね。なんかね、取り出した方が絶対やりやすい。やりやすいんだけど、うん、ボールはどっか行っちゃう。ボールどっか行くし、なんかね、
ちょっとやる気なくなるんだよね。そうだね、こっち側の。はい、はい、ということで、いいですか、以上今日の3つ目でした。はい、ぜひチャンネル登録してください。また明日、ありがとうございました。